OL レインはアメリカ・アシントン州タコマをホームタウンとする NWSL に所属する女子のプロサッカーチーム。創設時の名称はシアトル・レイン FC であったが2019年1月に本拠地がシアトルからタコマに移転したことに伴いレイン FC にチームの名称が変更された。その後2020年に OL レインに改名した。 2012年11月、シアトルに本拠地を置く女子のプロサッカーチームとして、後にナショナルウーマンズサッカーリーグと名付けられる、新しい女子のプロサッカーリーグに受け入れられることが承認された。オーナーは、シアトルを拠点にするデジタルマーケティングエージェンシー、ポップの創設者であり CEO のビル・プレドモアと、その妻であるテレサ・プレドモア。シーズン前にビル・プレドモアは、 私の最終的な目標は、世界で最高の女子サッカーチームを作ることです。これは明日とか今年中にとか、すぐに実現できることではありません。それでも、10年後や20年後に成し遂げたいです。と述べている。チームのジェネラルマネージャーには、シアトルサウンダーズ女子チームの前ジェネラルマネージャーで、シアトルサウンダーズ FC のユース部門の責任者であった、 エイミー・カーナルが就任したが、シーズン開幕後すぐに、個人的な理由で辞職することになり、ローラ・ハービーが監督と GM を兼任することになる。2012年12月19日、シアトル・レイニ FC の名前とロゴが公表された。チームカラーは白、プラチナ、ロイヤル・ブルー、ミッド・ナイト・ブラック。チーム名は消滅したシアトルで、最初のプロの女子チームであった。 シアトル・レインへのオマージュとして名付けられた。2012年12月21日、チームはローラ・ハービーが初代監督に就任すると発表した。ハービーは2002年から2008年にバーミンガム・シティル FC のアシスタントコーチと監督を務め、2009年からアーセナル・レディスのアシスタントコーチを2年間務めた後、2010年から2012年まで、 アーセナルレディスの監督を務めた。また、イングランド女子代表 U-17、U-19、U-23 のアシスタントコーチの経験を2002年から2008年まで務めた経験がある。2013年1月11日、NWSL アロケーションの一環として、カナダ代表のカイリン・カイル、エミリー・ズラー、メキシコ代表のテレサ・ノヨラ、 ジェニファー・ルイス、アメリカ代表のメーガン・ラピノー、エイミー・ロドリゲス、ホープソロがシアトルの所属となった。1月18日、シアトルは2013、NWSL 大学ドラフトで、クリスティン・レアーン、マロリー・シャファー、クリステン・マイヤー、ヘイリー・コップ・マイヤーを獲得した。2月4日、新たに4人の選手、ケイト・デンズ、ジェシカ・フィッシュ・ロック、ティファニー・キャメロン、 リンゼーテイラーと契約した。2月7日、2013、NWSL 追加ドラフトで、ニッキフィリップス、ローレン・バーンズ、ローラ・ヘイ・ボアー、リズ・ボーガス、ミッチェル・ベトス、カリー・ファウンテンを獲得した。試合前の集合写真プレシーズンが進むにつれて、シアトルはシーズンのほとんど半分をアメリカ代表の選手を書いて戦うことになることが判明した。 アメリカ代表 FW、エイミー・ロドリゲスは、彼女にとって最初の子供を妊娠しており1年目のシーズンはプレイしないだろうと発表した。アメリカ代表 GK、ホープ・ソロは手首の手術をした後で、シーズンの前半はチームに加わることができず、メーガン・ラピノーはオリンピック・リオンと1月から6月まで契約しており、少なくともシーズンの9試合は出場できないだろうと発表した。 プレシーズンに日本へのツアーを行い、当時のなでしこリーグのチャンピオンであるイナック神戸、レオネッサや福岡アンクラス、野島ステラ神奈川と対戦した。シアトルはシーズンの初戦でシカゴレッドスターズと対戦し、ドラフト1位で加入したクリスティン・レアアンがリズボーガスのアシストからヘディングシュートでシアトルにとって記念すべき最初のゴールを挙げた。 しかしその後シカゴが同点とし、試合は1から1で終了した。この試合で獲得した勝ち点1が、シアトルが次の9試合までで獲得する唯一の勝ち点となった。2013年6月、ローラ・ハービーは、元アメリカ代表の DF ・ステファニー・コックスの獲得を、はじめとして、新しい外国人選手の獲得するなど、選手の入れ替えを行った。この補強と、 アメリカ代表のソロとラピノーが復帰したことで、シアトルはウエスタンニューヨークフラッシュ相手に1の1で引き分けた、あたりからシーズンを巻き返す。その後は6試合負けなしだった。シーズンの最終戦で、同地域のライバルであるポートランドソーンズ戦で、チケット完売の3855人の監修の、前で1から2で敗れ、シアトルレインはシーズンを5勝14敗3分のリーグ7位で、 シーズンを終えた。8チーム中7位に終わった2013年シーズンの翌年、ロスターの大幅な見直しがローラ・ハービー監督により行われ、昨年から残ったのはわずか9名であった。2013年11月、ボストン・ブレイカーズとのトレードでアメリカ代表の FW シドニー・ラルを獲得。その2日後、元アーセナルレディース所属で、 ハービーのもとでプレーした経験のあるスコットランド代表のキム・リトルを権利を保有していたワシントン・スピリットとのトレードで獲得した。2014年1月 NWSL 大学生ドラフトでは1巡目でポートランド大学のアマンダ・フリスビーを2巡目で北カリフォルニア大学のミーガン・ブリグマン4巡目でポートランド大学のエレン・パーカーを獲得した。 2月、ホームスタジアムを、タクウ井ラしのスターハイヤーから、シアトルセンター内のメモリアルスタジアムに移転することを発表した。2月10日、チームの3人目の外国人として、日本代表の川澄直美を、イナック神戸レオネッサからのローンで獲得したと発表した。また、イナック神戸からは同時にベバリーゴーベルやネズもローンで獲得した。2014シーズン。 シアトルは16戦負けなしのリーグ記録を樹立。この記録は7月12日のシカゴレッドスターズ戦で0から1で敗れた、ストップしたが、シアトルはシーズンを1位で終え、NWSL シールドを初めて獲得した。シーズン終了後、キムリトルは得点王と MVP を獲得。ローラ・ハービーは 年間最優秀監督に選出された。ケンドール・フレッチャー、ジェス・フィッシュ・ロック、キム・リトル、川澄ナオミは NWSL ベストイレブンに選出、ホープ・ソロとローレン・バーンズ、ステファニー・コックスもセカンドイレブンに選出された。プレーオフの準決勝でワシントン・スピリットを2から1で破り、決勝に進出したが、シアトルは決勝で、 カンザスシティに1から2で敗れ、準優勝でシーズンを終えた。NWSL シールドを獲得し、プレイオフ決勝で FC カンザスシティに敗れたものの、記録破りのシーズンとなった2014年の翌年、ローラ・ハービー監督兼 GM は、オフシーズンでは最小限の名簿の入れ替えになることを期待した。 懸念されていたのが、川澄直美とゴーベルヤネズガの二人ともが、シーズン終了後、日本のイナック・コーベル・オネッサへ戻っていたことであった。11月、シアトルは、FW ・メリット・マサイアスを、カンザスシティから、DF ・ケイト・デインズとドラフトの権利とのトレードで、獲得する。二日後、ポートランド・パイロットに所属していた DF、ミッチェル・クルーズを獲得した。 2015年の NWSL 大学生ドラフトの前にイナック神戸から FW ゴーベルヤネズを完全遺跡で獲得した。ヤネズは2014年に5ゴール4アシストでチームのシーズン1位に貢献していた。シアトルは2015年シーズン2年連続2回目の NWSL シールドを獲得する。プレーオフでは 準決勝で、ワシントン・スピリットを3-0で下した後、ポートランドで開催された決勝では、またしても FC カンザスシティに0から1で敗れてしまう。シーズン終了後、キム・リトル、ジェス・フィッシュ・ロック、ゴーベル・ヤネズは MVP 候補にノミネートされた。ローレン・バーンズとケンドール・フレッチャーは、最優秀 DF の候補にノミネートされた。 ローラ・ハービーは2年連続で NWSL 年間最優秀監督に選出された。ローレン・バーンズ、キム・リトル、ベバリー・ゴーベル・ヤネズ、ジェス・フィッシュ・ロックは NWSL ベスト11に選出。ケンド・ール・フレッチャー、ステファニー・コックス、メーガン・ラピノー、キーリン・ウィンターズはセカンドベスト11に選出された。2016年、マイクロソフトとスポンサー契約を結び、 ユニフォームの胸スポンサーになった。同年6月、日本代表の MF、うつきるみを獲得したと発表した。同年6月17日、2014シーズンに、レンタル遺跡でプレーしたイナック神戸の川澄直美を完全遺跡で獲得したと発表した。リーグの最終成績は5位で終わり、3年連続でのプレーオフ進出は叶なわなかった。 リーグの最終成績は2年連続の5位に終わり、2年連続でプレーオフ進出を逃した。シーズン終了後、創設1年目から5シーズンにわたり、監督兼 GM を務めたローラ・ハービーが退任し、全カンザスシティ FC 監督のブラトコ・アンドノフスキが次期監督に就任した。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。